落川湾河淵落川は、兵庫県中部を流れる河川で、二級水系市川の支流である。兵庫県神崎郡上川町の線が、峰六を源流とし、道町を流れる水質が良く、あゆ釣りで知られている。県道岩や陸の線に沿っての山あいを流れる、比較的小さな川であるが、流域に汚染源や人口が少ないことから、水は澄み、清流を保っている。 そのためこの川のアユは小型ながら美味しいと言われる。初夏にはホタルが飛び交い。聖火は清流の淵は地元の少年たちの格好の水遊び場、水泳場と化する。澄んだ淵に潜ればアユやアマゴの群れが銀陣を翻し少年たちが無心に魚泳と戯れる姿を日々目にすることができる。流域である上川町は 林業で栄えた町であり、1955年3月31日、大仙、落ち谷、俗が三村が合併、神崎町が設置された。落ち谷は、大花蓮外用楼石の産地であり、杉檜の,のよく手入れされた、人工林と落ち川の清流の織りなす佇まいが、美しい。近年、農林業の衰退とともに、過疎化が進み、 町を挙げ周囲の類いまれなる自然と清流を売り物に観光にも力を入れている。また近年、落谷小学校の少し手前の川の駅向かいには、老石工山土地の岩盤から湧き出す天然のミネラル分を多く含んだ落ちが、峰名水、水汲み場が新しく整備され人気を集めている。そのすぐ前に水の深くよどんでいる淵がある。ここは曲がり淵とも言うが、 別名湾歌し淵ともい、柳田国夫がその著書、隠れ里にこう書き記している。自分の距離兵庫県神崎郡落谷村の南にも、山のふもとに、曲り淵一名湾歌し淵というと、ことがあって、淵の中央に大きな岩がある。昔は湾を借りたいと思う者は、前夜にこの淵に向かい、数を言って頼んでおくと、次の朝は必ずこの岩の上に、その通りの湾が出してあった。 後の湾一つ壊して返したものがあってから絶対に重ねようになったといい、なおこの淵はそこが竜宮に通じているということであった。と、これは日本各地に伝承されるワン菓伝説の一つである。川への飛び込みといえば長良川の支流が有名だが、ここ暗化支部地でも少年たちによる飛び込み風景が夏になれば1日中繰り広げられる。また、 新規バスと上川町観光協会が共同で主催する落ち川名水街道自転車下りができる。これは川沿いの約20キロを行きはバスを利用し帰りは自転車で戻るというものである。落ち川、ミネ名水自動車、中国自動車道福崎インターチェンジ万端連絡道路、神崎南 R から10キロメートル。ありがとうございます。